土木の編は1449年9月1日、公易の拡大を求めた、オイラとの指導者エセンが民領に侵攻したのに対して、申請を行った明朝政党ミカドが土木補でエセンの軍勢に大敗し、政党帝自身も捕虜となった戦いを指す。中国史上でも珍しい皇帝が野戦で捕虜になった事件として知られる。土木補の編とも言う。 民の兵部省集権が過断な対将を行ったために、エセンは対将を収めたにもかかわらず政党未角を無条件、釈放せざるを得ず、この戦いは民にとっては致命的な打撃には至らなかったが、民がその後100年以上にわたり、モンゴル高原の遊牧民の簡断ない信仰に悩まされる端所となった。オイラとは遊牧国家の常としてその経済を公益に依存していたため、 中国の物産を安定的に入手することが不可欠であり、民とは元来超高貿易が行われていた。超高貿易において、超高から温床として可視される金品の量は、施設の人数に比例していたが、エセンの時代に急速に勢力を拡大したオイラとは、より多くの交易品を獲得すべく、民によって制限された50人の定数を超えて、施設を送るようになった。 1440年代には、施設の総員は1000人を超え、その人数は膨張する一方であった。1448年冬、オイラとは、施設の派遣にあたり、3598人が、徴降すると、民に通達した。この過大な施設に対する温床の歌詞は、民の大きな国庫負担となり、また実際に来訪した施設の実数を調査した結果、 3598人は、実数より大幅に水増しされていたことが判明した。これに対し明は、従来のオイラとに対する交流を撤回し、1448年の施設への貸し量を3598人分の2割程度まで減額した。エセンはさらに、この徴工施設の派遣に際して、かねて約束していたとして、民の巫女とエセンとの婚姻も申し出たが、それは、 民の通訳官たちが独断で、エセンとの間で約束したものであったため、明はその申し出を拒絶した。しかしエセンは、民との長工貿易の利益によって、オイラとの統一を維持する必要があったため、民の方針転換は、その統治体制に影響を与える重大な問題となった。そのため、民に侵攻し、略奪した戦利品を分配することで支配下の遊牧民の、 求心力を維持するとともに、軍事的圧力で従来の皇宮を命に迫ろうとした。またこの軍事行動には、婚姻を拒絶されたことによって損なわれた、名誉の回復と民に対する報復という側面もあった。1449年7月、エセンは名目上の主君であるモンゴルの大藩の徳とは部派と協力し、戦進む領の三方面により、民領へ侵入した。 中央軍を率いて三世に進行したエセンは、騎兵二万により大道へ進軍する。当時民の権力を掌握していた官岸のオーブリは、政党ミカドに申請を要請。朝廷内の反対を押し切って、オーブリを総司令官とし、五十万渡航する大軍が召集され、二十人の武官と多くの文官と共に出撃した。七月十五日、エセンは、 頂上の日は似て侵入、民の青年校、宋明や武進白主弁などが率いる守備軍と衝突し、宋明、主弁が戦死した。7月17日、政党三門は、異母帝である四季玉に留守を任せ、新政軍を率いて、北京を出発した。新政軍は、北京から許容関を通過、政府を経由して、大道方面へ、草原地帯を精神した。 民軍内部では豪雨によるデーネーとそれに伴う食料輸送の困難のため動揺が発生していた。許容関では文部所官が北京への帰還を要求したが、大振りはその意見を退ける。反対派による大振りの暗殺計画が発覚した。8月1日、民軍は大道に到着したが、大道庁に派遣され、九死に一生を得て生き残った腹心の勘案。 各隆氏より前線部隊がほとんど全滅したの報告を聞いた、オーブリは、オイラト軍の脅威を知り、大雨を理由に撤退を開始する。この際、この新軍は、勝利に終わったと宣言し、皆が驚愕したと記録されている。オーブリは紫、京関を経由し、自身の出身地である、鬱州に、栄葬を案内しようとしたが、大同僧兵、各登ると大学思想。 たちの反対により、行軍経路を北寄りに変更した。だがこのルートは、機動力に優れた騎兵を主力とする、オイラト軍から追撃を受けやすいルートであった。8月13日、エセンは、戦府を経由して撤退する民軍の追撃を開始し、民軍の教順白をカ中とその弟の後、勝金などが戦場で、聖国公、朱伊佐ム、英順白、節樹が、幼児霊で戦死した。 民軍は、懐来場から二十里の位置にある土木保に到着。大ぶブリは占領の視聴者を率いていては城まで到達できないと判断し、この地での露営を命じた。兵部省所、や矢は許容席に入ることを提案したが、大ぶブリはこの提言を退けた。土木保は大地になっていて水沿に乏しい上に、土木保の南にある河川周辺は、オイラト軍に占拠されていたため、 民軍は深刻な飲料水の不足に苦しんだ。8月15日、エセン率いるオイラト軍は民軍を包囲し、攻撃を仕掛けた。民軍は疲労し、オーブリと反ン・ハン・オーブリ派に内部分裂しており、士気も低かったため、この攻撃を防ぎきれずに大敗した。民軍の兵士は、半数が戦死し、100名を超す文部書官も数人を除いてすべて戦死した。 栄誉は捕虜となりエセンの爆栄に連行された。オーブリは護衛将軍、ハン・タダシによって殺害されたが、ハン・タダシが戦死した。また、大量の物資がオイラト軍によって奪われた。民軍の遠征は十分に計画が練られ準備されたものではなく、総司令官が専門の軍人ではないオーブリだったことなどが、この大敗を招いた。50万と、 合される民軍に対し、オイラト軍はわずか2万の騎兵であったため、勝利したエセンにとっても予想外の事態であった。ただし兵数は合数であり、実数は不明である。中国の歴史上、実際の兵数は合数の半分もいない例も多く、数分の1程度の場合もある。また民軍は、ほとんどが、不評のため、ほとんど全員が、騎兵のオイラト軍は、 機動力において圧倒的に有利である。宇宙衛星は、明の朝廷に、英宗の身の代金を要求し、有利な条件で講和を結ぼうと図った。一方、北京では、皇帝ホワールの方で、朝廷内に動揺が走ったが、兵部少書、宇宙、理部少書、王ミラは色欲玉を即位させ、英宗を大条項として、人心の動揺を収めた。また、 大ぶり球団の声が高まり、大ぶりの財産は没収され、大ぶりの老いであった王さんは領地刑に処せられた。同年10月、オイラト軍は英宗を人質としたまま北京を攻撃した。民側には南京への戦闘を主張する者たちと北京を守って戦おうという主張する者たちとの意見の対立があったが、主戦派は右県を中心に住民の協力を得て、 北京を防衛することに成功した。結局エセンは栄荘を連れて北方に撤退した。民の朝廷は、徳とアブハハンラエセン以外のモンゴル高原の有力者と接触して、朝高貿易を部分的に復活させ、和平交渉が貢着していたエセンが孤立することを、格索した。孤立化を恐れたエセンは1450年、栄荘を無条件で釈放して帰国させた。 英宗の帰国によって、微妙な立場に立たされた、影安邸は、英宗に、己を罪する象徴の起草を求め、また帰還後の英宗を南宮に遊兵させた。1457年正月、影安三角が病床に着くと、武清子子医師、通る、ふとし宗、喫章及び左福と御氏、女優邸等による政変が発生、英宗は伏壁し、天順と改元した。 影休門が崩御すると、彼を擁立した、受け及び、オーブンは処刑された。土木の変の前後に、徳とアブハハーンとの関係が悪化していたエッセンは、後にハーンを殺害し、1453年にハーンを、自称した。しかし翌年には、部下のアラクテムルに滅ぼされ、その帝国は、土木の変からわずか5年で崩壊した。土木の変以後、 民の北方民族に対する影響力が低下すると、民と北方民族の交易が急激に衰えた。特にアイヌは和人への依存度が高まったことで、価格交渉で不利となり、古ャマインの戦いが起きたとされる。ありがとうございます。